ですね、静岡市から出発しまして、富士山を一周してですね、全部で8箇所の星印がついた場所をですね、すべては、撮影に行くという計画、ドライブを計画しました。基本的には、青い部分がルート1、国道1号線ですね。そして、富士市からですね、国道469号線で、裾野市経由で御殿場に入り、ルート138で、ですね、山中湖に入ります。で、山中湖からパノラマ台、そして忍野の二重曲がり峠、そして、国道137号線を使いまして、川口湖に抜けて、大石公園、西湖、野鳥の森と撮影して、139号に合流で、朝霧高原、たぬき湖、白糸の滝、桜墓苑を回ってきました。その動画をですね、ダイジェストでお伝えしたいと思っています。さて、一番最初なんですが、午前3時に起きまして、3時40分に自宅を出ました。静岡市の自宅を出ました。で、国道1号線で富士に入ります。そして、富士市からですね、今宮、富士市今宮を向けて国道149号線に合流します。そして、御殿場市を経由します。さらに、国道138号線で鹿児坂峠を越えて、山中湖に入ってパノラマ台になります。
さんに行きます。あ、いいな。富士山が。富士山が。こっちです。行きますか。左バージョン。はい。さすが先生。パノラマ内で撮影を終えた後ですね、忍野村に抜けまして、忍野村から二十曲峠を通らせてもらいました。私もですね、マイナス1度まで行きましたからね。二重曲がり峠です。紅葉はちょっと終わってましたね。二重曲がり峠からですね、ショートカットしてですね、三坂道に抜けましてですね、三坂道からですね、で一度上り坂石油というところで給油してですね、大石公園に入ります。金口湖に到着です。
なんとか紅葉、河口湖の方が間に合ってはですね。おはようございます。おはようございます。ちょっと遅かったですね。先週も来たんですけど、ここ回りきれなかったんですよ。あ、そうですか。他撮ってて、今山中湖を回ってきました。大内公園で撮影した後ですね、西湖の野鳥の森に立ち寄りました。